はい、資料家チャンネルです。はい、本日の紹介する商品はこちらです。森永ホットケーキミックス。ですね、こちら見てもらったらわかる通り、妖怪ウォッチの、ホットケーキミックスがですね、発売されておりましたので、レビューさせてもらいたいと思います。キャラクターホットケーキを作ろうということでですね、こちら中身がですね、デコレーションショート、2種類、パウダーシュガー1袋、ミックス1袋ということで、このような、見ていただいて分かる通り、ジバニャンの顔ができるんでしょうね。これね、ジバニャンと、あとこれね、コマさんですね。コマジロよ。コマジロはこっちですね。はい。こちら、後ろの方がですね、はい、作り方になっておりますね。はい、こちら、パウダーシュガーでデコレーションしてみましょう。ということで、ジバニャンとこれ、ウィスパーですね。はい、まあ、こんな感じになるんですね。なんかね、見ていただいたらわかる通り。ね、はい。なんかね、はい、ひもじもいますね。ね、なんかこの、ね、これ何だったかな忘れたけど。あ、土の子ですね。はい。作り方はね、まあ、普通のホットケーキと一緒ですね。なんかデコレーションシート1枚こう上に置いて、そのままなんかパウダーシュガーつけて、で取ったらなんかこのような感じになるというような、はい、作り方になってますね。はい。森永のね、ホットケーキミックスって結構ね、売れ筋商品というかね、よく売れてますんでね、まあ、きっと美味しいでしょうね。これね、普通に食べても美味しいのに、これね、妖怪ウォッチの、こんなようなね、デコレーションができたら、子供もね、すごく喜ぶと思いますのでね、早速ですね、こちらの方、中身、開けてみたいと思います。じゃあ、こちら、ビリッといきましょうかね、もうね、もうこのままいきましょう。ビリッ。はい。はい、袋の方、開けてみますと、はい、このような感じ、中身が出てきましたね。はい。まずちょっとね、見てみましょう。並べてみましょうかね。はい。まずはですね、こちらの粉ですね。これね。はい。まぁ、ちょっとね、やばい粉じゃないですよ。これね、ちゃんと小麦のね、粉です。それとこちらの方はね、パウダーシュガー。上から振りかける分ですね。はい。それとですね、もう一個入ってる分が、はい。はい、こちらでーす。はい、これね、なんかジバニャンでしょうかね。ちょっとね、後から袋が出しますけど、後ろが、なんでしょうね、これね、ちょっとね、薄いから、これ切り取ってね、多分使うんでしょうね。また切り取った時にね、見せたいと思いますので、それではですね、こちらの方、森永のね、こちら、ホットケーキミックス、妖怪ウォッチのね、こんなような感じでできるかどうか、やってみたいと思いまーす。はい、ではですね、こちら作り方の方ですね、いきたいと思います。ミックスのこの袋ですね、150g 一袋入ってます。卵は一つ、M サイズでいいですね。あと牛乳の方がですね、100ml ということで、もう準備しております。北海道牛乳使いますね。はい、それでですね、こちらの方ね、混ぜていきたいと思いますので、はい。はい、牛乳と卵ね、混ぜております。まあ、これでも十分ね、まあ、美味しそうというか、まあ、これでね、あれですけどもね。はい。それではこの後にですね、しっかり混ぜた後にですね、ミックスの、粉を入れたいと思いますのでね。はい。粉の方入れます。はい。まあ、ここまでは大体ね、普通の何ですか、ホットケーキミックスと同じようなね、まあ、大体作り方ですのでね。はい。まあ、この後ね、しっかり混ぜて、焼きたいと思います。はい、ですね、こちらミックスの方も混ぜまして、まあ、2の工程まで終わりました。はい、まあ、こんな感じで綺麗にね、混ざりましたので、次にですね、はい、3の工程ですね、こちらの方ですね、フライパンで焼いて、いきたいと思います。フライパンの方に入れてね、今もジュージュー焼いておりますので、ね、これでね、まあ、泡がぷくぷくね、ちょっと出てきたら、ひっくり返して、もう一回ね、弱火で2分ぐらい焼いたら、できますのでね、出来上がりましたらまた、はい。見たいと思います。はい、ではひっくり返します。おっと、ちょっと黒くなっちゃいましたけどね。まあまあまあいいでしょう。はい。ね、まあちょっと色がね、若干黒いですけど、まあ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 いいということで。はい。まあ、このままね、あと、まあ大体弱火で3分ぐらいね、2分ぐらい焼いて、はい、それで完成すると思いますので、完成したらまたね、はい、まあ、今度はね、振りかけたいと思います。はい、ではですね、こちらのパウダーシュガーのですね、かけるためのですね、こちらの方ですね、デコレーションシート、こちらの方ですね、ちょっとね、くり抜いてみたいと思いますのでね、はい、じゃあもうちょっと一気にね、かけちゃいましょう。どんなような感じでしょうかね。よっ。よっ。おっ。おっ。おっ。はい、いきますね。はい、このような感じで入っております。こう。
2枚入ってますね、これね。はい。これは切り取った方がいいのかな。切り取りましょうね、これね。一個一個いきましょう。ということで、切り取れないか。切り取らない方がいいですね。やめときましょう。そしたらね、これ顔の部分ね、これね、抜いちゃった方がいいのかな。これね、結構なんかね、難しいですね。はい。抜いちゃっちゃいましょうか。ね、抜いちゃいましょう。はい。はい。はい。切り取りましょう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 。切り取ってどうなんだ？よっ。はい、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 はい。どうでしょう？お、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 いい感じですね。お、できました。どうでしょう？これジバニャンですね、これね。あ、こうか。はい。どうですか？ジバニャン。これですね。ほら。ジバニャンです。はい。できました。ちょっと行きましょうか。こっちね、コマさん行きましょうね。こちらね、抜き合います。まあちょっとね、カットすると思います。はいだね。よいしょーと。はい、こちらですね。やっとできました。ちょっと時間かかりましてね。もう途中ちょっと止めて、もう真剣にやって、なんとか剥きました。結構これね、大変なんですね、これね。思ってた以上にね、大変でした。プラモデル作るより大変かもしれないですね。これがジバニャンで。はい、わかります。こちらがね、コマさんです。コマさんね、かなり大変です、これ。想像以上に大変です、これ、こう、撮るのがね。もう、わりかしっていうか、もう、かなり大変です。ね、いい、かわいいでしょ、これね。見た感じで、こんなんです。はい。どうですか？いいでしょう。ね。まあ、ジバナもね。はい、こんな感じでね、かわいいです。もう、コマさんの方がかわいいですね、これね。どう見てもね。はい。どう見てもかわいいですね。それではですね、こちらの方ですね、ちょっとね、もう、ホットケーキの方はね、完成しましたので、はい、見てみますね。はい、こんな感じでね。え、3枚できましたので、これでね、やってみたいと思います。まずですね、そしたらジバニャンからいきましょうかね。どれからいこうか。これからいきましょうかね。はい。はい。では、これでね、ちょっとね、振りかけてみましょうね。パウダーね。これでいいかな。ちょっとね、茶こしというのがね、うちはね、基本的にお茶飲まないんで、茶こしがね、ない、あ、ない、いや、なかったかな。まあ、これでいきましょう。振っていってみましょうかね。はい。はい。今ね、やってます。さあ、どんな感じになるでしょうね。なんかちょっとダマみたいな感じになってますけど、大丈夫かな？大丈夫かな？できるかな？お、はい、なんかいけそうですね、これね。まあシュガーですからね、まあパラパラといって、はい、いけるんじゃないでしょうか。ちょっとね、まあ真っ白にね、なる感じじゃないですか。取っちゃいますか。取るの難しいですよね、これ。はい。はい、どうですか、これ。あ、いいですね。いい感じじゃないですか。はい。かなりいいと思いますよ。はい。完成しました。次、そしたらですね、コマさん行きましょうかね。そしたらですね、ちょっと。ではですね、次にコマさんの方行きます。コマさんの方はね、案外その粉の入る分量がね、分のところが少ないですから、結構ね、綺麗になるかと思います。こちらがね、ジバニャンで、ジバニャンはどうしてもね、顔のあたりが白いんでね、結構パウダーを使う量多いですけども、多分ね、いけると思います。はい。じゃあちょっとね、完成したらどんな感じになるんでしょうね。これね、結構いいんじゃないですか。はい、完成です。はい。まあ、どうでしょうね。まあ、ちょっと、まあ、なんかジバニャンの方がね、わかりやすい感じですね。
はい、コマさんね、まあ可愛いですけどね、まあ、ちょっと、まあ、分かりにくいかな。こっちの方がね、まあ、分かりやすいというか、反対になってるんでね、ちょっと逆ですね、これね。どちらかというと、顔が白い方がね、パウダー乗ってる方が多分分かりやすかったじゃないですかね。これでしたら どっちかというと、なんか小文字のみたいな感じですね。色がね、濃いですからね。はい。まあ、こんな感じでできましたのでね、あとはまあ、食べてね、食べてみたいと思います。はい、そういうわけでですね、はい、こちらですね、森永ホットケーキミックス、妖怪ウォッチの、ホットケーキミックスということで、こちらジバニャンと、コマさんの、デコレーション、ホットケーキでした。はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、では、さよなら。